世界が一気に動き出しました。これを転機に蔓延を続けてきたコロナを収束に向かわせる、そういった人類の戦いが始まったということになります。こんにちは、住焼です。イギリスと日本から速報が入ってきたのでお伝えさせていただきます。世界が一気に動き出しましたね。報道されていたよりすごく動きが早いですし、私自身も思っていたより早いなという印象がありますが、速報が入ってきたのでなるべく早くと思いましてお伝えさせていただきます。今日お話ししたいと思っていることは4つ。まずイギリスから入ってきた速報、そして日本も急激に状況が変化しつつあるということ、3つ目はアメリカの情勢。これらを見ていくことにより世界の情勢を把握し、そして4つ目、ワクチンについての話と海外渡航解禁についての話をさせていただきます。このチャンネルでは旅とか海外のこと、また海外の最新情報などをお伝えしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまずはじめ、急に飛び込んできたイギリスの情報からお話しさせていただきます。それではこちらの記事を見てください。12月の2日、ロンドン時事通信になります。イギリスがコロナワクチンを承認したという記事になります。先進国で初であり、日本も追随する予定、大きな転機になっていく模様というような、そういった記事になります。これはすごい記事ですね。今日の夜のアメリカ株どうなるんだって思ったりしますけど、それでは記事の要点を絞ってお話しさせていただきます。イギリス政府は2日ファイザーとビオンテックが共同開発した新型コロナウイルスのワクチンを承認したと発表したとあります。コロナワクチンの承認は先進国で初めてということだそうです。そしてですね、接種開始なんですが、これが早いんですよ。接種開始はもう来週の予定らしいです。とうとう始まるんですね。ワクチンを使ったコロナとの戦いが来週から幕を開けるということでございます。こちらにも書いてますが、約150万人の命を奪い、世界経済を不況に陥れたコロナ禍は大きな転機を迎えたとあります。この記事からもこれを機にコロナが収束へ向かっていくという期待が伺える、そういった文章じゃないかと思います。そして日本のことも書いてます。日本は来年の夏、東京五輪パラリンピックの開催を控えている。その日本も早期に承認する方針ということです。そしてアメリカは12月の10日までに、 EU も12月の29日までに認可する予定で、今後このような動きが各国で相次ぐと見られるということです。この12月で各国で新型コロナワクチンの使用が認められていくということですね。そして早いところはもうこの12月中にこのワクチンの接種を開始を始めるというようなことになっていくと思います。一気に世界が動き出しますね。このイギリスが承認したファイザーのワクチンなんですが、 95% の効果を示し、安全性に問題はなかったと書いています。安全性に問題はなかったというところ、私はちょっと引っかかるんですが、それは飛ばして次に行きます。次、日本政府はこのワクチンに関して来年の6月末までに、なんとですね、1億2000万回分の供給を受けることで合意しているということなんですね。この1億2000万回分というのは、ファイザーのワクチンは1人当たり2回の接種が必要だということなので、6000万人分に当たるということです。もうこのファイザーだけから6000万人分を来年の6月末までに供給してもらう、そういった契約が決まっているということで、動きが早いなというような、そういった印象を受けますが、それに伴い日本の動きの続き、次の記事に行きます。次の記事でも初めにイギリスのことが書かれています。新型コロナウイルスのワクチンをイギリス政府が先進国として初めて承認したことは、菅政権が目指す来年の夏の東京五輪パラリンピック開催や国際的な人の往来再開に弾みとなりそうだと書いてあります。そして日本政府は来年前半までに全国民に提供できる数量のワクチンの確保を目指しており、国内接種への準備を加速させるということです。先ほどファイザーが6000万人分という話をしたんですが、多分他のアストラゼネカとかそういった会社とも契約を結び、国民全員分のワクチンを手に入れる、そういった予定なのじゃないかと、そういうことをこの記事は言ってるんじゃないかと私は推測します。政府がワクチン確保の目標を来年の前半とするのは、来年7月開幕の東京五輪に間に合わせるためだということです。東京五輪パラリンピックについては、人類がウイルスに打ち勝った証として開催する決意であり、安全安心な大会を実現すると
カン首相は話しているということです。ということは、来年の7月ぐらいには、ある程度の外国人の行き来があるような、そういった方向性で政策を進めているということなんじゃないかと思います。そしてここでですね、ワクチン接種に関してなんですが、次の記事を見てください。こちらも12月の2日の記事。いろんなところが報道してますが、こちらはテレビ朝日の記事になります。コロナワクチンの接種無料に改正予防接種法が成立とあります。こちらどのようなものか要点だけお話しします。政府は新型コロナウイルスのワクチンについて来年の前半まで国民全員に提供できる量の確保を目指すとしています。そしてこの成立した改正法に関してなんですが、ワクチンの接種費用を全額国が負担しとあります。なので国がワクチンの接種の料金を負担するということです。そしてその後なんですが、接種によって健康被害が確認された場合は医療費を支給するとしていますと書いてます。健康被害なんて現れたら医療費を支給されてもっていうような話になるんですが、またその場合の製薬会社が支払う損害賠償も国が肩代わりしますというふうに書いています。そしてこの下、大切なところで皆さんが一番気になっているところじゃないかと思うんですが、そこを読み上げます。ワクチン接種には努力義務が生じますが、有効性や安全性が確認できない場合は適用しないとしていますと書いています。努力義務って何って思いません？そこで私は努力義務というものを調べてみました。こちら読み上げます。努力義務とは、日本の法制上何々するように努めなければならないなどと規定され、違反しても刑事罰や過料などの過料、要するに罰金などを取られるということですね。過料などの法的制裁を受けない。遵守されるか否かは当事者の任意の協力のみで左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられるということです。ですので努力義務というのは、日本国としてはなるべく接種してくださいねということを国民には伝えるが、それを守るかどうかというのは各人の判断になるということでございます。ですのでワクチン接種は必ずしなければならないというわけではないようです。ちょっと胸を撫で下ろした人もいるんじゃないですか。私もそうですが。そしてアメリカの状況なんですが、こちらの記事、これも12月2日の記事で AFP 通信が報じている記事です。アメリカでは1日過去24時間に確認された新型コロナウイルス感染症の死者数が2500人を超えた。24時間で2500人以上が亡くなったそうです。第1波のピークだった4月末以降最多となるということです。ですのでアメリカでは今新型コロナウイルスが猛威を振るっています。先ほどの記事の文章をもう一度振り返ってみますと、アメリカはワクチンに関して12月の10日までに認可をする予定ということになっています。そしてイギリスも今日認可して来週からワクチン接種開始というような動きだったので、10日にアメリカも認可をしたとしたら、その次の週あたりにはワクチンの接種が開始されるんじゃないかということが予想されます。そして考えなければいけないのは、今アメリカではこれまでで新型コロナウイルスによる最大の危機を迎えている、大量の死者が毎日のように出ているというような、そういった状況でございます。ということはワクチンの認可をしたら、そのワクチンを接種していく、そのスピードはある程度早いんじゃないかということが予想できると思います。以前はアメリカは4月とか5月ぐらいになると一般人もワクチンを受けることができるというような、そういったことを話していたんですが、それが前倒しになる可能性も出てくるんじゃないかと思います。そうしなければコロナを抑えられないという判断をした場合、そのような政策を取ってくるんじゃないかと、そういったことを私は思います。ということで、この12月の2日、世界が一気に動き出しました。これを転機に蔓延を続けてきたコロナを収束に向かわせる、そういった人類の戦いが始まったということになります。2021年、海外に行けるかどうか、IATA という団体。この団体は航空会社の多くが加盟している団体で、航空運賃を決めたり、運用ルールを決めたり、そういったことをしている団体ですが、そちらの CEO は2021年の半ばくらいに、全世界の国の国境封鎖が解かれるであろうというような、そういった予測を11月の25日くらいに話してましたが、私はそれを聞いた時にそれよりかはもうちょっと遅くなるんじゃないかと思ったりもしたんですが、本当にそれくらいになるかもしれませんし、
まだそれより早くなるのか遅くなるのかは分かりませんが、新型コロナウイルスの収束、そして人々が元通り海外渡航ができるようになる、そういったことに対して一層の大きな弾みをつけたということになるんじゃないかと思います。そして最後にお話しするのはワクチンに関しての私の考えなんですが、この新型コロナウイルスワクチン、臨床結果では安全性が示されたという話になっているんですが、ただワクチンの開発を始めて、ワクチンが出来上がって臨床実験をしたと考えると、臨床実験自体長くても数ヶ月ぐらいしかしていないと思います。ということは12月とか1月にワクチンを接種した人が1年後とか2年後にどのような副作用が出るかということは、それに関してはわからない状態だということだと思います。そういったワクチンを全世界の人々、たくさんの人たちが受けていくことになるわけなんですが、多分ですが実際ほとんどの国が今のところはワクチンの接種に関しては医療従事者とか、ワクチンを受けなければ業務に支障が出てくる、そういった人でない限り、なるべくワクチンは打つべきであるが、その人の意思に任せる、そういったことをベースにワクチンの接種をしていくんじゃないかと思います。ただそこでなんですが、私が一番怖いなと思っているのは政府ではなく人間なんですね。ワクチンを接種するということはリスクを伴います。もしかすると1年後とか2年後、5年後、それくらいに後遺症が現れるかもしれない。なのにもかかわらず、そのリスクを承知の上でワクチンを接種する、そういうことになると思います。そして接種をした人は自分の命を守るため、そういう考えだけで接種をしたのであればいいんですが、その後にもしかすると世界を守るため、人類を守るために自分は接種をしたんだというような、そういった考え、そういった思想が生まれてくる可能性があるんじゃないかと思います。その思想がなぜ生まれてくるかというと、ワクチンを接種しない人がいるからです。ワクチンを接種した人と接種しない人、ここで2つに分かれます。この2つに分かれた時に、接種した人たちは人類を守るために、私たちは自分の身を犠牲にして接種した、そういう考えにもしなってしまったとしたら、接種してない人たちを利己的な考えに基づいて行動している人たちだというふうに思い出すかもしれません。私たちは利他の精神で世界のために貢献したのにもかかわらず、なぜあなたはワクチンを接種しないのですか。もちろんあなたが接種しなくても大半の人たちが接種しているので、新型コロナウイルスはなくなるでしょう。しかし私たちは自分たちの体を犠牲にしているのにもかかわらず、あなたは自分の体を犠牲にしたくないんですか。あなたはそのような利己的な精神で生きているのですか、ということで責められ出す可能性があるかもしれないと私は思っています。もちろんそういったことがなければいいんですが、そういうふうになるとワクチンを今接種しないと決めている人たちもだんだん受けざるを得なくなるような、そういったことになっていくと思います。あとはもう一つ、海外に行くためにはワクチンを接種したという証明書が必要になる可能性も出てきます。なのでワクチン接種はもしかしたら将来的には免れないかもしれないなと思ったりもしています。ですので、もしワクチンを接種しないと思っている人がいたら、そのワクチンで後遺症が出てるかどうか、世界の状況はどうなのか、そういった情報をこれから少しずつでも調べておく必要があるんじゃないかと思います。ただ2021年はコロナがだんだんなくなって、たくさんの人たちが海外に行けるような、そういった時代になってくる、そういった希望が持てる記事だったなと思います。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。また新しい情報が入り次第配信させていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。